大会から約1ヶ月が経っての体です。まだちょっと腹筋はあるな。そう、まだ腹筋はある。M だからこれが周平のか。これは XL は、これは俺のだな。今本屋さんに来てるんですけど、あるものをちょっと買いに来ました。全然見つからんな。これだ。よし、勝った。今日ね、こいつをちょっと一発やって家に帰ります。よし、今カフェに来ました。今からこいつをやっていきます。で、これもね、明日これをやって、明日ね、ちょっとコーチに見せます。今ね、英語をちょっとこれから一緒に見てくれる人がいるんで、その人に見てもらって、これからのね、その方向性を決めていくみたいな感じかな。よし、やっていきます。わー、かっこいい。実際につけてたやつらしいです。かっこいいな。さあ、今日今カネキンジムに来てて、じゃーん、新しいメンバーが中澤さん、今トレーナーですよね。はい、トレーナーやってます。で、キックボクシングも今やってます。キックボクシングもやってますね。はい、皆さんぜひ応援しましょう。しかし中澤さんのこれからの活躍を。ありがとうございます。頑張ります。浮気ですね、これは。はい、つかまさん浮気ですね。いやいやいや、浮気止まり。周平と繋がったんですか。ようやくできました。ようやくちょっとちっちゃくなったね。うわ、雄大さんだよね、楽しいわ。よっしゃ、今日皆さんゴートレお疲れ様でした。お疲れ様でした。中澤さん初トレありがとうございました。ありがとうございました。またやりましょう。お願いします。はい、中澤さんにはね、英語も教えてもらうんでよろしくお願いします。英語も筋トレも全部頑張っていきましょう。はい、僕やりきるんで、ちょっとマジでこれはもう、それがマジ何マジやりましょう。はい。塚本さん、あの料金、パーソナル料金、今日いただきますね。あとで、はい、35,000円です。株式会社ゴーアップ、G アップ G アップ、35,000円。はい、皆さんいかがお過ごしですか。はい、久しぶりです。久しぶりに動画撮ってるんですけど、そう、大会が終わって、もう今日が9月の6日なんですけど、1ヶ月経ちました。今回大会2回出て、まあね、2つとも納得のいく結果じゃなくて、ファーストコールにも呼ばれず、ちょっと情けない姿をお見せしたんですけど、でこの YouTube をね、はい、ちょっと最近というか、なんだろう、こう減量の末期ぐらいになって、編集したり動画撮ったりするのがちょっとできなかったな、ごめんなさい。まあでもその分ね、周平がやってくれて本当に感謝なんですけど、なんでこうショート動画にね切り替えて、あ、もうダメだと思って、ショート動画に切り替えて、一応ショート動画ではこう流してたんですけど、ね、まあちょっとね、まあ次はあのちゃんと自分で撮って自分で編集できるようにやっていきたいと思います。はい、もっとね、体のまだまだそのやっぱオープンに出て、今回そのやっぱバルクというか体の大きさも全然足りないし、まあ何も全て足りなかったんですけど、もちろんそこはね、トレーニングこれからもして、まあもっと
もっともっとかっこいいね体作っていきたいんですけど、それプラスね、ちょっとまあさっき動画でも多分流したと思うけど、あの英語をねこう習得したいんですよ。でもこれね10年大学生高校くらいから言ってるのかな、言っててずっと英語したい、英語かっこいいみたいな、喋れたらかっこいいみたいに言って、結局ね全部挫折してるんですよね途中で、なんででもこれじゃもうほんと話せるようにならんと、もう英語できんままこれ年取っていくと、はい、これじゃいかんということで、はい、もうこれ本当にもう本当に決めました。もう本気のもう本当にちゃんと英語勉強します、はい、でこうやって動画にも出すことで、そうもう逃げれなくというかね。でね、そのたまたま知り合いというか、まあ、友達で英語近くにね英語バリバリできる人がいて、その人にね今コーチみたいな感じでちょっとこれからねいろいろ指導してもらおうかなと思って、やっぱそうやって見てくれる人がいるだけでやっぱり全然違うですよね、まあ、やっぱ目的がね、やっぱ目的って難しいですよね。だって英語って、だって日本にいたら英語喋れなくてもなんかこう生活普通にできるじゃないですか。ちょっとうまく英語を話す目的なんですけど、ちょっと日変わってるんですけど、これ次の日に撮ってます。まあいいや。で、英語を話すね目的なんですけどね、なんで英語を話せるようになりたいのかは、もうその目的がね自分なかなか見つけれなくて、なんかかっこいいからとか外人と喋ってみたいとか、なんかそんな理由しかなくて、まあ、そんな理由でもいい人はいいかもしれないけど、僕はその理由じゃ結局続かなかったんですよね。なんで目的を僕決めました。こうなりたい自分って皆さんあるじゃないですか。これは絶対あると思うんですよ。できるようになりたいこととか、こうやってみたいこと、なりたいこと、経験してみたいこと、いろいろたくさんあると思うんですけど、まあその人は、まあ、誰でもなりたい自分になれるっていうのを証明するために英語を勉強しようかなと思います。僕だったら英語を喋りたい、喋れるようになりたい自分がいる、ね、目標を口に出す、口外する、僕はちょうど YouTube やってたんで、やってる YouTube やってるんで、こうやって動画で発表する、そしたらね結構自分に多分プレッシャーかけれると思うんで、もうこれで本当に途中でやめたらマジで、まあ、わかんないけどね、何があるかわかんないですけど、まあ、こうやって口に出す、はい、であとはもう目標に向かって進むだけと、はい、これ本当はボディメイク、僕が今やってるフィジークという競技でもね、まあ、筋トレ、まあ、ボディビルですよね。でも同じことが言えるんですけど、やっぱり僕はフィジーク競技で勝ちたい、一番になりたいっていうのが、そういう自分が中にいて、で今そこに向かって、トレーニングとかいろいろやってるんですけど、まあ完璧は無理でも、無理っていうのもおかしいか、完璧はないけど、やっぱり理想の自分に絶対近づける、もう気持ち次第で近づけれると思うんですよ。それを証明したいというか、はい、そういう人になりたいんですよね。こうやっぱこう目標を決めて、そこに向かってでやることをしっかりやれるような、今やれない、今そういうのはできない男だから、そういうことをできるようになりたい、自分で目標、もう自分で全て選択する、自分の道はもう自分で決めれる、ね、そういう男になりたいんで、まだ全然もうヘナチョコなオカマ野郎なんですけど、そういう男になりたい。でやっぱり英語もね、こう自分でなりたいって、喋れるようになりたいと思って、自分で決めたんだから、やっぱりそこはやらんとねいけんなと思って、とりあえずねちょっと中澤さんも今回は一緒に、心強いコーチがいるんで、ちょっと頑張っていきます。よし、じゃあ皆さん一緒に頑張りましょう。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイ。